Kiryu! Kiryu! おじさん。ああ、
少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと、カザマ。コソコソしやがって。シマノ。寺田はん、あんた、錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな。そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろってましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま、脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。おやじ。おせえぞ、柏木。もうすぐクリスマスですしね、屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗ぶらしたるわ。Yeah!
これまでだ、シマノ。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は登場会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして由美はその計画に志願したんだ。由美か。アレスに急げ、カズマ。由美が危ねえ。アレス、アレスに由美か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。